畜生畜生、コウメ太夫じゃねえか。これは、これは、ん？誰こいつ。ウォンテッド、ウォンテッド、ひもじい的なものが。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。おーし、行くぞー。待てよ待てよ。待てよ、ひもじい的なやつ。ちょ、そういうとこに入っていくなよ。おっしゃい。わしはキモじいじゃ。ウォンテッドされてるのじゃ。キモ。トイレで洗った手を他の人の服で拭いた罪じゃ。それはダメだな。別にええじゃろ。特に減るものでもないんじゃ。ほら、よだれが出てしもうた。あんたの服で拭かせてくれ。確かにキモいはダメだよ、キモじい。キモじいが現れた。よーし。捕まえてやろう。それ。タンマ、タンマじゃ、もうこれくらいでええじゃろ。悪気はなかったんじゃ。もうせんから、許してくれ。ダメよ、ご用ださん、早く。ケイタ捜査官、ウォンテッド妖怪の逮捕、ご苦労であった。今回捕まえた妖怪は、ウォンテッドポイント2000だ。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ、受け取るがよい。と言いたいところだが、今回のウォンテッド妖怪はグループだ。逃亡中の妖怪は残り1匹だぞ。では、早速新しい情報だ。奴の名前はパクロバー。パクロバー。散歩に行って知らないのを持ち帰ってきた罪で逃走中だ。そこ商品とかじゃなくって犬パクるんすか。奴のレベルは25と言われている。2016年9月3日までこの町にいるらしいぞ。へえ、教授じゃないか。さあ行くのだ、ケイト捜査官。この町の平和を守るために。ワーニング。ワーニング。来たよ、また。来たよ、また。そろそろやっつけれるかな。ウォンテッド、プリズンブレイカー。なんかさ、一回捕まえてもまた逃げ出してくるって言ったけどさ、レベルが上がって。でもやっぱり一回はやっつけたいよね。緊急警報、緊急警報。脱獄王、プリズンブレイカーを発見。現在 USA の街中を逃走中。速やかに警戒態勢に入ってください。また現れたか、やつめ。今度こそ逮捕するのだ。まだこの近くにいるはずだぞ。さあ行くのだ、ケイタ捜査官。ご用田さんはすっと消えてゆく。どこよ。あ、いた。あれだ。こっちから回って。はい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 。あー、ダメだ。くそ。あー、今。どこ行った？ちげえわ。車の下とかいねえわ。はい。今すれ違ったすれ違った。はい。あー。ダメ。おー、どうそう。パクロバーとやらは、一体どこにいらっしゃるの？その辺におるかな？ん？あ、あれは違うね。あれは、なんかまた一緒にダンスをさせられてしまう。う？違う。このマップ上にはおらんっぽい。ってことでちょっと、隣のマップへ移動しようか。ほい、イーストカシュー地区。この辺にはパクロバー、パクロバー。ここにもおらんね。じゃあちょっとまた、向こうのマップに移動しようか。なんかあれはね、マップ上に、ランディングポイントがいっぱい出だしたね。あ！あっこになんかおるやん。よし。あ！ほら。wanted 言えてなかった。あ、逃げていきましたよ。あれ、ウォンテッド妖怪じゃないですか？ケイタくん、チャンスです。追いかけて捕まえましょう。よし。
ホーンテッド妖怪、逃走中。危ない、こういうギリギリのところをやりよったら私は。はい、捕まえ。え、どこどこどこ。パクロ、よっしゃ。私がパクロバエさ。散歩に行って知らないのを持ち帰ってきた罪だよ。ババーン。私、犬が好きなの。文句ある？あるよ、ダメだよ。ヒトンチェの犬でしょ？パクロバーが現れた。顔色悪いね、パクロバー。パクロバーの方がもうちょっとなんか、いい感じだったよ、顔色。ベベー。犬、好きでもダメだよね。そうよ、ちゃんと反省した。消えた捜査官、ウォンテッド妖怪の逮捕、ご苦労であった。今回捕まった妖怪は、ウォンテッドポイント2600だ。おお、おばあさんの方が高い。このウォンテッドポイントと報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬だ。受け取るがよい。水色コインを手に入れた。おお、やった。ん？さらに、ケイタ捜査官はこれで3連続の逮捕だな。その働きを称して、特別ウォンテッドポイントを申請しよう。特別ウォンテッドポイントは600だ。さあ、行くのだ、ケイタ捜査官。この町の平和を守るために。はい、来たー、ワーニング。はい、来たー。捕まえる。きっとそろそろできるはず。自分を信じて、ウォンテッドプリズンブレイカー。緊急警報、緊急警報。脱獄王、プリズンブレイカーを発見。現在、USA の街中を逃走中。速やかに警戒態勢に入ってください。また現れたか、やつめ。今度こそ逮捕するのだ。まだこの近くにいるはずだぞ。さあ、行くのだ、ケータ捜査官。あなたは一体どこへ消える？プリズンブレイカー一体どこ？一体どこ？みんなすごいのんきに歩いてるな。まあまさかあんな奴が近くをうろついているとは思っても見ないんだろうけれども。ね。全く姿見えないんだけど。とりあえずマップで見た方がいいかな。あ、あっこ。めっちゃ端っこの方やん。やめてや、そういうとこで逃げられたらさ、いつも私なんか、別のマップに行って切り替わってしまったりとかするけんさ。あ、ごめんね。今ちょっと信号とかさ見てる余裕ないんだわ。ないんだわさ。あー、逃げた。こらこら逃げ、うえい、そっちか。新しいお知らせを受信。今それどころじゃないよ。はい、でちょ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 、はい、はいはい、おっしゃ、来た。こんちくしょう、また追ってきやがったのか。何度だって逃げてやるぜ。相棒、ショータイムだ。言ってることはなんかかっこいいな。プリズンブレイカーが現れた。よし、やってやるよ。さあ、行くよってことで、必殺技。こいつは大丈夫か。叩け叩け。ちゃんと当たる場所におるね。よし、はい、チャージ完了。アイルビーチパーク。これでロボにアイフ型はちょっともういなくなったけれど。よし、ちょっと狙っとこ。そして必殺技当たるね。うん、当たるね、大丈夫ね。はい、いけ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 。チャージ完了。そしてマッハ飛竜脚ドーン。あ、いい感じじゃね。ブラスター行こう、ブラスター。これはやっつけれる気がしてきた。お、小太郎よくやったよ。いいね、まきびし。妖怪ブラスターメダルセット。はい、ポカポカ。なんか2枚あるね。メダル2枚あるんだけど、何あれ、誰あれ。ね、ぬいぐるみ。ね、ぬいぐるみ立ってる。今気づいたんだけど、ぬいぐるみ立ってんだけどね、当たらねえ。畜生畜生、コウメ太夫じゃねえか。
ニッシュ。え、あれも敵？え、なんか追撃してくるあいつ。誰よ。にゃんだ、ほら。かわいい、マスクドニャン。え、あ、そっかそっか、びっくりした。ロボニャン F 型か。誰か死んでるしと思った一瞬。あいつ狙うした方がいいんかな。え、待って待って待って。あ、これ、投げ返せる？それ投げ、あ、投げ返した投げ返した。よかった、オッケー。はい、小太郎行くよ。はい、叩け叩け。向こうで爆発してくれるよね。え、ちょっとこっち来んなし。こっち来んなし。スーマリウサ乱れ殺法。はい、投げて投げて。うわー、マジかよ。お、やった、やっつけた。イエーイ。やっとだよ。あのクマさんは？あれ、いない。なるほど、本人をやっつければあいつはいいわけね。勝利。はあ、フルビタコインゲット。プリズンブレーカー初登場からだいぶかかったな。こんちくしょう。相棒、お前だけでも逃げろ。残念だけどどっちも逮捕するよ。あの片手で握りつぶしてるやつが相棒。すまない、サーム。サム、かわいいな。何、ぬいぐるみ持ち歩いてんのか。大手柄だ、ケイダ捜査官。見事プリズンブレーカーを逮捕したな。あの凶暴の脱獄王まで逮捕するとは。腕を上げたな、ケイダ捜査官。今回プリズンブレーカーを捕まえたウォンテッドポイントは8000だ。おお、圧倒的。このウォンテッドポイントの報酬を交換したければ、いつでも俺のところに来るのだ。さあ、行くのだ、ケイダ捜査官。この町の平和を守るために。やったー。なんかさ、脱獄王を捕まえたんだからさ、もうちょっとなんかあってもいいんじゃないの。ね、すごいさらっとしてるというか、普通のウォンテッド妖怪を捕まえた時と同じなんですけど、反応が薄いよ薄いよ、やりがいがないよ。いや、でもなんか嬉しいね、だいぶ嬉しいね。さあ、それじゃあ何、どこに、あ、そうそう、時計屋に向かわんといかんのや。ん、時計あっちか。ふぅ、本来の目的を忘れるところだった。まあでもウォンテッド妖怪これで3連続いいね。よーし、よっぷる社にワープしますか。ワープする。あれって普通の人には見えてないんかな。だって普段普通に時計屋やろ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。